金沢工業大学では今年度大学と大学院合わせて1579人が卒業します。新型コロナウイルスの感染が広がった2020年から去年までの3年間は学科ごとに教室に分かれリモート形式での卒業式でした。しかし今年は4年ぶりに一つの会場に集まり家族の入場も認められました。式では卒業生を代表し航空システム工学科の青木壮吾さんが答辞を述べました。私たちは大学での学びを忘れず科学技術と社会とをつなぐチャンネルとなれるよう今後も精進を積むことを誓います。まずは今日電話でありがとうって伝えて岐阜、地元戻ってからしっかりと対面で感謝の気持ちを伝えたいなと思ってます。対面自体も久しぶりなのでなんか久々に見た顔とかもあったのですごく嬉しく思いました。学部の時はもうそのまま親も来ないでオンラインでみたいなで友達だけでみたいな卒業式だったので終始でこうもう一回卒業式で来た時は対面だったんでまあ来れて親が喜んでるんでよかったですね